皆さんこんにちは。私のチャンネルにようこそ。今日は That's a garbage truck. 今日は、ダウンタウンの近くにあるウッドバインビーチっていうところに来てます。ここは5キロくらいのボードウォークがずっと湖沿いにあって、CN タワーが前に見えて、結構ね、いろんな人たちが遊びに来れるスポットです。子連れとかでもいいし、カップルで来ても楽しいし、すごい公園もたくさんあって楽しいです。 CN タワーが前に見えて、あとビーチ沿いがずっとこんな感じで、ボードウォークで多分5、6キロくらいあるんじゃないですかね。なんでランニングしてる人もいたり、こんな感じにカヤックとかサップしてる人もいたり、いろんなアクティビティができます。ここ、そうそう、ここではオットセイが見、オットセイじゃないわ、なんて、カワウソ、オットセイってカワウソが見れるんで、いつもカワウソが見えるスポットでピクニックして遊ばせてます。うん、こんな風に大きな椅子、みんなで写真撮る。ノウナゲ、結構近くまでね、来てくれるんですよね。Is he eating the fish? 魚捕まえたかな。 Get a little bit close. 何やってんのかな。 Look at the otter. かわいいですよね。このこいつも見れるんです。このスポットに来ると、ウッドビーチの下に餌があるみたいで、Mia, he'll bite you.ここにね、いつもね、魚取りにこの岩場の方まで来るんですけど、 Don't get too close. Liam, don't do that, okay? He's not gonna like it. No, Wes, stop. No. ね、戻っちゃうかな。ね、かわいいですよね。こんな都会の近くにカワウソがこんな近くで見れるなんてすごいですね。Go in the water then. こんな感じで本当にダウンタウンがすぐそこにあるんですけど、ね、自然が見たかった。湖なのにすごい波があって、若干寒いです。すいません、波の音で多分声が全部取れてないかもしれないですけど、私は子供を遊ばせてる間、ここ結構石が多いんですけど、こんな感じでグラス石、ビーチグラスがいっぱい取れるのに拾えるんで、これをひたすら拾ってます。ボードウォークがずっとつながってて、このボードウォーク沿いに公園が3つ、4つあるのかな、4つくらいあるんで、子供を1日中遊ばせようと思って、あとピクニックできるテーブルとかもあるんで、ピクニックしながら水遊びもできます。It's okay.思えないくらいの波ですね。天気が昨日悪かったんで、今日も若干曇りで25度くらいしかないんで、風があるんで結構涼しいって言ったよりはちょっと肌寒い。